志賀川大学向田真由選手が2連覇達成となりました。引き続き表彰を行います。女子フリースタイル53キログラム級授与者は第1位は志賀川大学理事長学長元参議院議員公益財団法人日本レスリング協会副会長谷岡久美子。第2位は警視庁大学機動隊隊長斉藤博士様。第3位は公益財団法人日本レスリング協会理事斉藤おさんです。第1位志賀川大学向田真由選手。第2位博報堂 DY スポーツ宮原優選手。第3位日本文理大学山根優里選手。同じく第3位警視庁大学機動隊矢野優香選手です。女子フリースタイル53キログラム級は第3位は日本文理大学野間峰優里選手、警視庁大学機動隊矢野優香選手。第2位は博報堂 DY スポーツ宮原優選手。女子フリースタイル53キログラム級の優勝は志賀川大学向田真由選手です。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。以上をもちまして女子フリースタイル53キログラム級の表彰を終わります。以上で大会2日目すべての決勝戦が終了しました。この後はフリースタイル97キログラム級のプレーオフを行います。赤自衛隊体育学校赤岡尚弥選手、青現スポーツアカデミー山本浩輝選手の対戦です。選手の方は準備をお願いします。また明日出場する選手にお知らせします。受付メディカルチェックを第5会議室で行っておりますので、まだ受付をしていない選手は至急受付を行ってください。第5会議室で現在受付メディカルチェックを行っています。明日出場する選手でまだ受付をしていない選手は至急第5会議室へお預かりください。
第1ピリオド残り30秒です。現在マット上では男子フリースタイル97kg級プレーオフが行われています。赤、自衛隊体育学校赤澤奈々選手対青、現スポーツアカデミー山本浩二選手の対戦。ポイントは6対0、赤の赤澤選手がリードしています。男子グレコローマンスタイル59キロ級、85キロ級、女子フリースタイル
会場10時競技開始となります。明日も皆様のご来場